今注目のニュースを深掘りするニュースの現場、今日はこちらです。コロナ禍で深刻な影響が出た半導体不足のその後です。車から家電までいろんな製品が高騰したり品薄になったりしていましたが、今は一体どうなっているのか、その後の現場を取材しました。福岡県小郡市にある中古車の販売店です。こちらの車両なんですけれども、去年までは高いグレードだと約1000万、新車では650万なんですけど、新車を超えて。コロナ禍による半導体不足などが原因で新車の生産が滞り、去年需要が急増した中古車、新車よりも価格が高くなる逆転現象も起きていました。中古車バブルとも言われた価格はその後どうなったのか。去年は高すぎて手が出なかったという客が商談に訪れていました。これ値段はで、ちょっと前が買えたけ、まあ今かなと。めっちゃ買い時だと思います。こんなに下がると思わなかったんで。一方、去年は半導体不足による品薄で入手すること自体が困難だった家電製品は、製品のもの自体は入るようになってきてますか。はい、そうですね、もうだいぶ一部を除いてはほぼほぼもう回復しているという状況になってきております。そうですか、はい、なるほど。品薄状態はほぼ改善。次に気になるのは高騰していた価格ですが、こちらが、昨年の12月に発売したばっかりのエアコンなんですけど、こちらが例えば6畳タイプです。6畳で約はい、はい、もう皆様驚かれます。深刻な半導体不足で生じた高値や品薄、今は一体どうなっているのか、その後の現場を取材しました。福岡県小郡市にある中古車販売店、年間およそ1200台を販売する末吉社長は、去年は中古車の価格が異常な高値になっていたと振り返ります。こちらの車両なんですけれども、去年までは高いグレードだと約1000万、新車では650万なんですけど、新車を超えて。新車よりも高い。はい、そうです。去年はコロナ禍による半導体不足や中国のロックダウンの影響で新車の生産が停滞。そのため中古車の需要が急増し、新車よりも価格が高くなる逆転現象まで起きていました。こちらは去年取材した中古車オークションの様子です。佐賀県鳥栖市の会場に4000台前後の中古車が集まり、末吉社長も参加していました。末吉社長が目をつけた車も次々と競りにかかりますが、ね、無理、お客さんにいくらで売っていいか分からないよね。これもそうだけど買えない。どう頑張ってもお客さんの売り値をもう超えてるって。中には中古にもかかわらず886万円の落札価格がつく車も。末吉社長はほとんど落札できず頭を抱えていました。ところが中古車バブルとも言われたこうした状況は今年の3月頃から変わってきたといいます。 15% ぐらい下がってきてるんじゃないかなと。理由はいろいろあると思うんですけれども、まず半導体の問題が解消しつつあるっていうのと、新車が販売が間に合ってきてる。そんな話を聞きつけて、去年は高すぎて手が出なかったという客が商談に訪れていました。でこれ値段は500万ぐらい。500です。でちょっと前から650とかやったけ、まあ今かなと。めっちゃ買い時だと思います。こんなに下がると思わなかったんで。適正な価格に戻りつつあるっていうところじゃないでしょうか。商談に来た客はこの日のうちに購入を決めました。一方こちらは福岡市内の電気店です。
去年は家電製品も価格が高騰して、さらにはこうした電気店ではですね、商品そのものが入ってこない時期もあったんですけど、今はどうなってるんでしょうか。多くの家電製品にも去年は半導体不足が直撃していましたが、もう去年は入ってこなかったという製品なんですけど、はい、今どうですか、入ってきてます。そうですね、実はもうだいぶ今年に入ってですね、もう各メーカーも落ち着いてきてまして、はい、もうお客様の方にもスムーズにお届けができる状況が続いております。なるほど。半導体不足が解消してきたことで、去年は深刻な品薄状態だった冷蔵庫や洗濯機など商品の数自体は確保できるようになったといいます、はい、一方で気になる価格はというと、こちらが、昨年の12月に発売したばっかりの、まあ、最高級の、東芝さんのですね、省エネタイプの、エアコンなんですけど、こちらが例えば6畳タイプで327,000円。6畳で約33万円。はい、もう皆様驚かれます。あ、はい、ちょっと聞いたことない価格です ね、 ですね。中古車とは異なり家電の価格は高騰したまま、最新型のこのエアコンは一昨年発売の一つ前のモデルからおよそ9万円も価格がアップしました。半導体不足が解消してもその他のあらゆる原材料や輸送コストが高騰しているため、メーカー側も価格転嫁せざるを得ない状況なのです。9万円上がるっていうのはあり得た、これまでありましたか。今まではですね、正直ないです。あ、ここまで同じグレードで上がるってことはあまり経験がないですね。ないですか、はい、かつてない新モデルの値上がりを受けて、この電気店ではある工夫をしています。こちらのモデルなんですけども、洗濯機で、1年半前に出たモデルなんですけど、10万円を切る洗濯機では唯一だったんですね。でこのタイプっていうのを、今10台ほど確保して、はい、じゃあちょっと古いやつをあえて仕入れているという。そうですね、はい、ストックを増やしてます。あ、はい、なるほど、はい、最新モデルの洗濯機は今や10万円超えが当たり前。そうした中、値段が据え置かれた型落ちのモデルを多めに仕入れて顧客の選択肢を増やそうとしているのです。旧型を確保することでですね、お客様へ今まで通りの価格とか今までのイメージで、買っていただけるお客様に喜んでいただける、そんな状況をですね目指しています、はい、一方去年新品が品薄になったことで需要が高まっていた中古家電、新品の供給が回復してきたことで在庫が増えていますが、今年になって新たな客層が生まれているといいます。全体の注文の4割ぐらいがもう外国人の方、海外の方からのご注文が多いような感じなんで、去年はそんなことなかったんですけど。新型コロナの水際対策が終了し、日本に滞在する外国人が増えたため、リーズナブルで状態のいい中古家電に外国人の人気が集まっているのです。お客さんの数ってむしろちょっと増えてる、まだまだ伸びていくんじゃないかなと思います。バブルとも言われた中古車の値段が下がる一方で、依然高値が続く家電製品、コロナ禍や半導体不足で生じた生活への影響はまだ当面続くことになりそうです。うん、ということでですね、スタジオでは、出てきました中古車の価格の話、もう一回ちょっと深掘りしたいと思います。こちらです、取材した中古車販売店によるとですね、今適正価格に戻りつつあるということで、まずは人気のトヨタアルファード、これが去年10月が、これ全部中古ですね、去年10月が650万円で売ってたものが今月は500万円と、あとはトヨタのプリウス、中古で去年200万、今月は170万、そしてホンダの NBOX ですが、去年170万、今年が145万ということで、まあ、一坊主さん、まあ、去年がどれだけ高かったかよくわかりますよね。本当ですね、こんなに違うもんなんです ね、 ね、私もちょうど、ちょっと車の年式古かったのもあって、車検のタイミングで今年中古車を買いまして、はいはい、まあ、まだ届いてないんですけど、去年買おうと思ったらちょっとやばかったというか高かったんだろうなと思って、よかったです、ね、まさにさっき出てましたけど、はい、まあ、今が価格としてはね、消費者としては買い時なのかもね、知れないですね。さあ、そしてただ一方でこれだけ短期間に価格変わってしまうと売る方としては苦しい部分もあって、こうです。
はい、中古販売店の社長さんは、中古車を仕入れたのは高値ピークの去年が多かったと。なので今売ると赤字になるんだけども在庫をずっと抱えるわけにもいかないので販売せざるを得ないというふうに話してました。さらにですね、あとは取り扱う車の数量自体も元の状態に戻りつつありまして、こちらです。これ国内の車の販売登録台数なんですけど、まず新車で見ますと今年1月から4月、前年比で販売量がだいたい 115% なんで、去年と比べたら 1.1 倍以上販売されている。そして中古車に関しては今年4月までで、去年と比べて 98%、 つまり、登録台数がちょっと減ってるっていう状況ですね。まあ、つまりは新車の方が出回るようになって、中古車の取り扱い量は減ってきたというか落ち着いてきたという形なので元の状態になりつつあると。で、まあ、大事なのがこのいわゆる去年中古車バブルと言われましたが、これが崩壊してきた理由なんですけど、この情勢に詳しい専門家の方に聞きました。まずですね、一つは国内での新車の製造が回復してきた。これも半導体が入ってくるようになったんで、新車を作ることができるようになったってことですね。なので販売も間に合ってくると。あとは二つ目、去年はもうやっぱり中古車の価格が上がりすぎて、投資目的で中古車にどんどんお金が入っちゃって高騰していたと。もう不動産と同じ状況ですね。でそこまで上がってしまったんで、弾けて反動が来たんで下がってきている。で3つ目なんですが、これちょっとかなり国際情勢で、ロシアを中心に海外での中古車需要が落ち着いてきたと。これどういうことかと言いますと、ウクライナ侵攻を受けてですね、ロシアでは経済制裁と海外のメーカーがロシアから撤退したことで、ロシア国内で購入できる新車の種類が制限されてしまったんですよね、結果的に。そうした中で日本の質の良い中古車は何ていうのかな、値崩れしにくい安定資産としてロシア側からの需要が高まったと。でそれも短期間でバーッと集中して需要が上がったんで今落ち着いてきましたよっていう話なんですが、さあ相本さん、この今と、ね、中古車バブル自体は弾けつつありましたけど、今の状況どう見られてますか。まあ、その半導体に関して言えば、うん、世界情勢と切っても切れない関係にあるんだろうなと。その、まあ、近い将来可能性が高いとは私は思いませんけれども、うん、例えば台湾情勢が緊迫化した場合、その台湾に世界最大手の半導体を作る企業があるわけですから、当然供給が滞ってしまうということがあり得るわけですよね。うん、でそれを防ぐためにリスクを分散しようということで、今熊本に台湾の大手企業を誘致して工場が今できてますし、日本も国産で半導体をもっと作ろうというんでお金をかけようとしてますけども、今度はこの間発表された試算によると、今後10年間九州で半導体産業で年間1000人人が足りないらしいんですよ。1000人、研究開発職だとかいろんな生産オペレーターだとかいろんな職種の人がいないと。だから人材育成もまたやっていかないといけないと。だからかなり総合的に、もう国もかなりお金も入れるし、お金だけじゃなくて総合的にこの半導体に関しては戦略をちゃんとこう政策に落とし込んでいかないと、今最近のような、ね、半導体をめぐるさまざまなそのなんていうかな、そのリスクが消費者にこう直接跳ね返ってくるということがあり得るんだなと思います ね、 そうですね。もうあまりにあらゆる商品に使われてますからね、半導体がね。さあということで、まあ、去年の半導体不足は改善されてるんですけど、車を製造する上でのその他の原材料費が、まあ、軒並み上がってるので、新車価格については今も値上げが続いているということなので、今後もちょっと国際情勢の影響を受け続けることになりそうです。以上ニュースの現場でした。